京阪税税駅は、滋賀県大津市場場2丁目にある、京阪電気鉄道石山坂本線の駅。駅番号は、OD09。開業時は、車庫と電車用変電所が併設されていた。車庫は、西寄り車庫完成時に移設、現在のホームより東に、約200メートルの位置にあったとされる。変電所も1991年までは存在したが2000年には、 廃止されたことが確認されたことから、大津線の1500ボルト昇圧時に廃止されたと推定される。相対式2面2000ホームを持つ地上駅。駅舎は坂本方面行きホームの石山寺寄りにあり、反対側の石山寺方面行きホームへは、構内踏切で連絡している。ホームはカーブ上にあるので乗降時には足元への注意が必要だったが、 2018年3月にホームの位置を移動してカーブを緩やかに改良されスロープの勾配も緩やかになりピタパ対応の自動改札機が設置された早朝と深夜は無人となるホーム有効長は2両乗り場番号は設定されていない参考文献1998年の大津市政100周年企画展大津の鉄道百貨店のパンフレットより 参考文献、鉄道ピクトリアル1991年12月増刊経班、電鉄特集号、鉄道ピクトリアル2000年12月増刊経班、電鉄特集号出展、駅置き沿線情報誌、K プレス2018年5月号16ページ、掲載、暮らしの中の経班より経班是税機構内図2018年4月28日、 閲覧 keihan-so2.com 駅係員配置時間。ありがとうございます。